さあ今日はね、なんかいつも以上によく喋っていこうよということで、おい、トークの話題を実は何本か用意してございます。いいな、そのトークを軸にね、はい、皆さんにちょっと喋ってもらおうかなと。あのさ、喋ろうっていう時に敵めっちゃ降りてんだけどさ、ちょっと慎太郎くん、慎太郎くん、ちょっと待って慎太郎くん、話違ってくんだよな。ちょっとよくいっぱい喋ろうよという企画でね、ございまして、そうね、まあやっぱりこのね、撮ってる時期とか考えますと、へえへ、お二人とも年末年始何してました？ああ、僕はね、ちなみにあのコミックマーケットというね、同人誌即売会のチケットが当たりましたので、こちらの方に行っておりました。いや、とても有意義な時間をね、本当に2年ぶりのコミックマーケット、本当に梅さんありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです、うん、ですよね。いや、やっぱね、あの空間で本を買えるということが素晴らしい。いや、よかったよかった。なんかね、ちょっと会場入った時ちょっと泣いちゃったもん、もう感動しちゃって、あ、2年ぶりのコミケだっつって、感極まってってやつですね。極まっちゃったなさあ、まあ僕はね、そんなね、年末年始を過ごしたわけなんですけど、お二人はいかがでした？僕はそうですね、実家に帰って割とのんびりしてたんですけど、うん、誕生日に兄貴にプレゼントしたんですよ。そしたらそのお返しだって言って、ちょっとアウトレットに一緒に連れてってもらって、うんうん、あの兄にタンプレだって好きな服いっぱい買ってもらいました。おーい、おーい、いいなぁ、いい兄貴だ、いい兄貴でしたいい兄貴だ、いいなぁ、いいなぁ、二人でドライブしながらどこ行くよっつって、いいなぁ、いいなぁ、憧れる、そういうの、いいなぁ、しっかり楽しんできました。慎太郎くんはどうよ？僕はですね、友達が地方から遊びに来てくれまして、うんうん、考えて一泊二日で、まあ、僕ん家に泊まって遊んでくれて、でさらにそれが30、31の話なんですよ。ほう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 。で、31から事務所の仲いい子たちと1日にかけて遊ぶと。いいっすね、めちゃくちゃ有意義な。年末こんなに遊んだの初めてかもしれないっていう。で、そこから初詣行ってきましたね。何そのめちゃくちゃいい流れ。なんか、ザ年末年始っていう、いい時間を過ごしました。僕、あの、初詣ってあんま行かない人なんで。寒いから、寒いから。いや、わかるわかるよ、それはすごいわかるよ。一緒に行きますかってこう言ってくれたんで、その子たちが、うんうんあ、じゃあちょっとご一緒させてもらおうかなと思って。なんか各々いいね、いい年末過ごしてるね、うん、いや、コミケはやっぱ羨ましいな、行ったことない、羨ましいですね。あれ、そう、あ、いや、それは嬉しい、なんかね、嬉しいね、嬉しいね、なんかニゴニゴしちゃうよ。だからいつものテンションでコミックマーケットに行ったらさ、全然その参加者いなくて、少ないんだよね、制限されてて。いつもなんかこうぎゅうぎゅうで、もうなんて言ったらいいんだろう、サークルとサークルの間をこう抜けるちっちゃい通路とか、僕もぎっちぎっちで、もう参加者の人の肩もう擦り合うぐらいだったの今まで。じゃあそんなんで、みんなの年末年始聞けたところで、ほいほい、みんなの年末年始を聞いた後って言ったら、やっぱこれよね、今年の目標を教えてよ。今年の目標ね、急に大きい話題になりましたね。やはり今年のね、目標はね、皆さんお持ちだと思うんですよ。ということでね、慎太郎くん、今年の目標は、はい、今年の目標はですね、まあ、毎年割と変わらないというか近いものにはなるんですけども、まあ、お仕事という点においては、まあ、去年より1本でも1作品でもこう多く出さってもらうっていうのが、まあ、お仕事上の目標。あと、まあ、プライベートとかの話になってくると、ここの目標を聞かせたかったな。お仕事面では、まあ、黒木さんと同じように去年より一本でも多く、かつ去年より少なくならないようにと立てて、うんうん、あとはそうですね、25歳を超えてきたということで、今よりちょっともっと大人な男性になりたいなって、ちょっとまあなんかちょっと心に余裕があるような大人になっていきたいですね。いいですね。はい。いいね。プライベート、ちょっと筋肉つけたいですね。おお。おい。瀬戸君、意外と筋肉ないんだっけ？あ、
んまりですね、筋肉って言えば多分そんなにないですね。なんかちょっと前まではそのずっとやってた部活動とかの名残でとかあったんですけど、はいはい、まあ、だんだんこうちょっと年の衰えっていうものを感じてきましたね。25歳。25歳。わあ、早いね。いやー、ああ。あ、もう息切れてんじゃねえか。同期息切れみたいな。息切れちゃったよもう。お年寄りじゃんもう。体力大事。体力大事に。こうまあ大人な男性を目指しつつ、体力的にも現役高校生くらいの時のあの若かりし体力を取り戻したいなって感じですかね。すごいね。いいですね。ちなみに大野さんは、こんな大野さんの目標よ。目標ですよ。あ、そんな私はですね、まあやっぱりここでね YouTube をね頑張らせてもらえてるわけなんで、僕はちょっとこの YouTube をね、なんかもうちょっと多くの人にねやっぱ見てもらえるようななんか取り組みをねもうちょっとやっていけたらいいなというのが、まあ今年の表目標ですかね。ここに来て一番真面目でみんなのことを考えた目標でしたよ、黒木さん。すごい真面目。やっぱね、まあ、みんなのね収録をね頑張ってくれるのはねわーわー知ってるので、いやまあ僕としてはここでもねそのプライベートみたいな部分をみんなにお届けできて、あ、この人面白いねっていうのをねやっぱ視聴者の皆さんに分かってほしいなというところでございますかね。さすがだね。まあ表はこんなんでいいでしょう。あ、そっちが聞きたい。そっちが聞きたい。まあ僕のね裏目標というか、まあ、プライベート目標なんですけども、去年実はですね一通だけなんですけど、オールナイトニッポンでメール読まれまして、おお。なんで今年の目標はもう一通、二通読まれるようにねちょっと頑張っていこうかなと。読まれたんすか。読まれたんですね。ところです。はい、なんか読んでもらいました。なんか綺麗だった。綺麗だった。なんだったら最後綺麗に締めてくださった。うん、なんでちょっと瀬戸くんは残念そうなのね。だってあれですよ、俺さ裏目標って言ったんだよ。そうですよ。裏はもっと黒くないと。嘘でしょ、本当に。あれ、失敗じゃこれ。俺のトーク失敗ってことでいい？もう一回やります。もう一回。悪くないけどすごいなんか失敗したみたいになってる。ごめんなさい。ごめんね、ごめんね、みんな。いいですよ、目標なんだから個人。目標なんだから個人の自由ですよ。そうなんですよ。すごい慰められてるわ。いじってんの僕らなのにね。ね。あ、言ったな。やっぱいじってるって言った。あ、そんな感じですかね。この3人の目標で言えばね。いいんじゃないですか、おのおの。ちゃんとなんか目標ありましたね。ありましたね。まずあります。もう、大事です。大事。ずっとって大事。できるできんは置いといてもね。目標は大事。本当に結構変わってました。いいよね。鬼滅ももう僕漫画先に全巻読破した。なんだ。やるな。ほめをもらった。あら、チャンピオンを取ってんじゃなくね。そうね。あ、いるいるいる。オクタンの足音しました今。カシャンって。こことバルオクタンいます。オッケー。とブラッカー。アンドク待ってくださいね、剣持ちょっと飛ばせるんで。一個巻いてます。エール、サマラエール、上引いてるよ。やばい、バルキリーロース、ここ。ごめんなさい、もうクソイームかました。アンドック。あとここだけです。近くに行かねば。すいません。いや、もう真面目にランクマッチですよ。もうなんかだってトークのトの字もしてないよ、今。全然喋んなくなっちゃった。アンドック。外にライフライン、肉肉。ライフラインやった。あーごめん、バルキリー、バルキリー。ナイス。ワットソンがね、いる正面割ってます。いいよ、いけた。まだまだワンチーム終わらせます。
え、終わり。やったいいとこ見せたやったぜうずうすさすがね素晴らしいイエイエイ俺は素晴らしい。まあ、今回はね、まあ、主にトークをねすごいやらせていただきましたけど、はい、まあ、散々トークした後にね、いややっぱ1回ぐらい勝つとこ見せようよというねなんか裏テーマをね、急に設けまして、はい、そうですね、まあ、半分くらいは大野さんへの怒りがちょっとにじみ出たよな嘘だそんなにチョコかチョコ大事かみんな大事です大事ですもちろん大事です大事です感じでね、トーク、まあ、面白おかしく割と我々に楽しんでできたかなと思いますね。楽しかったね、はい、さあこんな感じで今日の動画はこれにておしまいでございます、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければ他の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。